はいどうもこんにちは、カジマックです。今回はこれ、エディファイアさんからワイヤレスヘッドホンを送っていただきました。品番は WH500。 こんな感じのヘッドホンっていうか、何気にヘッドホン初めてなんですよね。いやちょっと楽しみで、これ今回はブラックを送っていただいたんですけど、このブラックにホワイトとブルー3色展開となってます。でこの WH500 ワイヤレスヘッドホンなんですけど、なんと最大40時間再生。あ、イヤホンばっかりやってるんでめちゃめちゃ長く感じます。でもじゃあこれ重たいのかというと、かなり軽くて、あと Bluetooth バージョンは 5.2、 マイク内蔵、通話ノイズリダクションもついていて、低遅延のゲームモード搭載、専用アプリもあって、デュアルデバイス接続にも対応。はい、こういった製品、今回開けて中見てどんなものか使ってみたいと思います。今回ご紹介するのはエディファイアさんのワイヤレスヘッドホン、エディファイア WH500 です。はい、それでは早速開けていきたいと思います。中身はこういった袋が2つ入っていて、まずこちら説明書2つ、あ、こっちは多言語対応で日本語にも対応で、あ、これはまた小さい老眼泣かせな説明書になってますけど、日本語もありました。で、説明書きはこんな感じ。よかったら一時停止を駆使してご確認ください。で、 USB Type A と C のケーブル、はい、これで付属品は以上。はい、それでは本体いきますよ。せーの、えー、きたー。はい、これがエディファイア WH500。 あ、折りたたむとこんなコンパクトになるんすね。あ、なんかこの部分おまんじゅうみたいで気持ちいい。わかります？めっちゃふかふかしてます。で、このワンポイント的な差し、鮮やかなグリーン、結構いいっすよね。ただこのあたりは樹脂なんで、うん、チープではないけど、汚れなんかはつきにくくて、カジュアルな感じ。で、こうすると、ヘッドホンの形になって、あ、こんな感じで、サイズ調整もできます。はい、それではちょっと、エディファイア WH500、ざっと特徴見ていきます。まずはこれ、ヘッドセットのイヤーカップに内蔵されたマイクは、ノイズキャンセリング機能による強力なノイズ抑制を搭載し、ゲームのボイスチャットや、テレビ会議など騒がしい環境でも、相手に非常にクリアな音声を届けられます。で、今ご覧いただいた通り、折りたたみ式。で、あのおまんじゅうみたいなところ、心地いい触り心地。で、さらにこれですよね。軽量設計。なんと重さは 172g。そして、ゲームモード搭載で、画面と音声のズレ、これをかなり低減してるとのこと。で、冒頭でもお話しした通り、なんと40時間再生。長時間再生可能な高性能バッテリーを搭載してます。で、Bluetooth バージョンは 5.2。さらにこちら、30mm のダイナミック型ドライバー搭載。広い帯域をカバー。低音から高音まで、伸びのあるサウンドを提供します。で、使い方はこんな感じ。絵で見てわかる通り、そんなに難しくない感じ。そしてアプリ対応、自分好みにカスタマイズ可能。ここも嬉しいポイントです。で、あとこれ、シャットダウンタイマー、アプリのシャットダウンタイマー機能を使用して音楽の時間を管理できるとのこと。5分15分30分1時間3時間に設定できます。これで寝落ちも安心。過度な大音量を防ぐ、お子様の耳にも安心。こういったこともできます。エディファイア WH500 VGP2023 金賞受賞のワイヤレスオンイヤーヘッドホンとなります。はい、どうでしょうか。で、この右側、この下部に、はい、こんな感じ、ボタン類が集約されていて、タイプ C ポートもこちらにあります。あ、で、あと、さっき軽量って言ったんですけど、体重測定しておきます。あ、出た。エディファイアさん、体重詐欺出ました。なんと重さ、交渉値 172g よりも、かなり実物は軽いです。最近のスマホ1台よりも軽量です。それでは、このプラスマイナスボタンの真ん中にある電源ボタン入れます。はい、これペアリングモードに来たんで、接続したい機器の Bluetooth 設定を開いて、エディファイア WH500、これをタップします。ペア設定をタップ。はい、これでペアリング完了。で、ちょっと気になっているのは、対応コーデックは SBC なんですけど、エディファイア担当さん曰く、かなり音質は期待できるとのこと。ちょっとしばらく音楽に動画視聴してきます。はい、視聴終わりました。で、まずこのおまんじゅうめっちゃ気持ちいいです。
かなり頭の大きな僕でも最大まで引き出してちょうどぴったりぐらい。でもこのおまんじゅうほんとふわふわで圧迫感もなく、つけた感じはかなり気持ちよかったです。で、肝心の音質、イメージ的には低音ズンズンかと思いきや、高音の細かい音も再現されているし、音の厚み、広がり、奥行きも感じられて、この価格帯、あ、それはまた後で言いますけど、この価格帯の音質とは思えないイメージで、やっぱり不安だったのはコーデック SBC なんですけど、いや、思ったよりかなり良かったです。ベース太めの音がちょっと埋もれるイメージがあったり、ドラムのアタック感も薄めかと思ってたんですけど、はい、そう、 WH500 はアプリに対応してます。バッテリー残量の確認や聴覚保護の確認、サウンドエフェクトにシーンモードの確認、こういったことができて、あ、今のお話からいくと、ここサウンドエフェクト、クラシックにダイナミックで、これですよね。オーディオファン設定、つまりイコライザーいじれるんで、かなり自分好みの音に調整することができます。はい、僕の場合はさっきお話しした通り、 WH500 はデフォルトで結構低音ズンズンなんで、僕は結構フラットが好きだから、低音下げて中高を若干上げました。これで僕的にはドンズはかなり好みの音に変身しました。はい、こういうことができるんで、好みが違う方でも十分対応できるんじゃないかと思いました。で、あとね、動画を見ていてやっぱり気になるのは、さっきもお話ししたコーデック SBC、これが足を引っ張って遅延起こるんじゃないかと心配していたんですけど、 Bluetooth バージョン 5.2 の音景化、ミュージックモードでもさほど遅延は感じませんでした。あ、いや、でもやっぱりあります。気になる方もいらっしゃるかと思いますけど、はい、そう、この WH500 にはゲームモードが搭載されてるんで、このボタンワンプッシュするだけで、はい、これボタン押しますね。せーの、ポチ。これでゲームモードに変わりました。もう一度押すと、ポチ。ミュージックモードに変更。こんなに簡単にモード切り替えができるんで、このゲームモードにすると、ドラマや映画見ていても、もうこれほぼ遅延ないんじゃないかっていうぐらい、ぴったり口元と声、合うようになりました。いや、このあたりは素晴らしい。で、あとちょっと気をつけたいのは、はい、いきますよ。しばらく使ってみたいにやってみたいと思います。はい、このアコース一つ、初代のアコース一種と違って思ったより結構よく動きます。生まれ変わったというか、最初からこれでよかったんじゃねっていう感じ。やっぱり SOC6955G にした恩恵は結構ありました。はい、わかりました。オンイヤータイプなんで、やっぱり多少の音漏れがあります。なんでこのあたりは使う場所によってはお気をつけよう。はい、でもね、こんなにコンパクトに収まって、軽くて長時間動作して、しかも結構音がいいとなると、気になるのはお値段ですよね。今日現在 Amazon さんでの価格は5999円となってます。ただし、今日から11月15日までなんと 20% オフの4799円でご提供。今日から5日間期間限定セール開催中、台数も限定らしいんで、そのあたり詳しくは説明欄にリンクと詳細書いておきます。ぜひチェックしてみてください。もしもし、聞こえますか？今これ、エディファイア WH500 を iPad mini に接続して、ボイスメモで収録してます。音声の感じどうですかね？絶対声で喋るとこんな感じ。聞こえますか？はい、これが、エディファイア WH500 内蔵マイクの音声です。はい、どうですかね？エディファイア WH500。例えばこれ、初めて使うワイヤレスヘッドホン、そういった初心者には結構お値打ちでいいかもしれません。操作も簡単、アプリもわかりやすいし、カラバリも3色展開、自分のお好みで選べます。ちょっと短い5日間、期間限定、数量限定セールもあるんで、エディファイア WH500 チェックしてみてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。